文字入力のご説明をします。クリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。入力方法を切り替える方法をご説明します。クリック入力からパソコンのキー入力に切り替えたい場合、文字アイコンをロングタッチし、電キー、フルキーをタップします。文字をコピーする方法をご説明します。コピーしたい箇所をロングタッチします。ロングタッチした箇所が着色され、左右に図形が表示されます。図形を左右に広げて、コピーする範囲を調整します。または、すべて選択アイコンをタップすると全選択できます。選択が完了したらコピーアイコンをタップします。これでコピー完了です。文字を貼り付けする方法をご説明します。文字を入力する際に文字を貼り付けしたい位置でロングタッチします。貼り付けをタップすると、あらかじめコピーしておいた文字が貼り付けされます。これで貼り付け完了です。